いや、ミュージシャン、ゆいちゃんっていう感じだったので、でもなんか地元の方で路上をされていてっていう、で僕もギターとか弾くので、なんか、音楽が好きな、ギターが好きな女の子っていうイメージでした。演技してる姿っていうのを初めて見たのが出会いのシーンだったんですよね。走ってってぶつかるところ、すごく自然体な感じで、こういう感じでいいんだとか、いろいろ学ばさせてもらいましたね。ね、結構やりましたよね。全然そのリハーサルはもうちょっとこう本番ぐらいまでやらなくていいんだ、っていうふうに思っ、なんですか？で、思ったので、ずっとリハーサル中も押してたんですよね。それが申し訳なかったなと思って、すいませんでした。そのギターが弾けなくなったシーン、みんなが思っている薫と私の思っている薫が一致していないのかなっていう疑問が生まれた時に、どうしたらいいのか分からなくなってしまって、私の中にある薫っていうのがちょっといなくなったんですね。で、薫がいないとあのシーンは絶対演じられない、演じるというか撮影で自分の気持ち的に生きることができないと思ったので、そこはすごく大変でしたね。実際のこの24になろうとしている僕が高校生やっても感情移入できねえんじゃねえかと思うので、最後かなっていうつもりでやってたんですけど、人としてなんかこう好きになった人には何かしてあげたいとか、それはすごい共感できるし、感情移入というか、なんかリアルな感じでできましたけどね。聞かなかったです。CD をもらったんですけど、ゆいちゃんが、そこ、薫が歌うそのまんまを感じればいいかなと思って、ある程度のこういう詩とかっていうのは呼びましたけど、実際にゆいちゃんに聞かせてもらいました。私はいつもメロディーから先に作るんですけども、で、今回も撮影に入る前に台本をいただいていて、で、台本を何度も読み返していて、薫の生きていた世界、その鎌倉だったりっていうところの、なんとなく物語の世界観っていうのをメロディーにとコードの響きで表したかったんですよね。で、詩は撮影入ってからも書いてて、っていう感じで作ってましたね。人間ってこうだよねっていうのを、好きな人をなんかこう支えてあげたいとか、助けになってあげたいとかっていうのは、そういう行動するじゃんっていうところをなんかこう見てもらってですね、最近ね、何だったのっていう映画が多いけど、ああっていう感じで終われるし、ほって感じで終われるので、なんか通して見てもらえればいいと思います。キャラメルポップコーン食べがてらに映画を見るような、あとなんかもう家族とかそういう大切な人と一緒にぜひ見てもらいたいと思います。